お疲れ様です、スローニンです。今回はアセットコルサをやっていきたいと思います。おやおや、何か騒がしいですね。これは、なんで今更アセットコルサなん、って感じなんですかね。まあまあ、皆さん、ラムーのゴールデンハンマーでも飲んで落ち着きましょう。実は、このアセットコルサ、2022年2月2日までの期間限定セールでお安くなっていたのですよ。その価格ですが、24時間放送のテレビショッピングや、うさんくさい MC と茶番劇に胸焼けする宝石チャンネルも驚きの、なんと、1303円です。安いですね。それでは早速、プレイしていきたいと思います。まずは、自由に走れるプラクティスを走ってみます。車は、フェラーリ FXXK。コースはカタロニアサーキットです。ああ、低排気音ですね。後方視点も操作しやすい感じです。おっと、アクセルを少しラフにしてしまいましたね。これは、繊細なアクセルワークが必要そうです。次はボンネット視点ですが、これは言うまでもなく操作しやすいですね。次はバンパー視点でしょうか。何かあっさりしていますね。これも良さげです。あ、このコックピット視点はええ感じですね。今回はこれで進めてみようかな。最後はこのコックピット視点です。バンドでは手がカクカクしてせわしないです。これは、ハンコンに合う感じですね。それでは、慣れてきたところで、一周してみましょう。まあ、これは年寄り特有の誤操作ですわ。ああ、ちゃんと減速しないといけませんね。こういうところは直していきたいですね。丁寧にアクセルを上げていきましょう。ここでも年寄り特有の誤操作を炸裂させてます。ブレーキのタイミングが遅いんですかね。もっと減速してもいい感じなのかな。割と気を使いながら一周終了です。それではお次はキャリアモードをやってみます。
今回は初級シリーズ1のタイムアタックに挑戦します。あ、言い忘れましたが、車はアバルト 500SS、 コースはバレルンガサーキットです。あまりパワーがないので、私のようなものには操作しやすいですね。ちゃんと減速しないとダメですね。今回のタイムアタックのポイントはこんな感じです。いいのか悪いのかわからないですね。今回はアセットコルサをやってみました。キャリアモードもたくさんあってやりごたえのあるゲームのようです。ぼちぼちやっていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。